はい、木の店さん木です。欅の原木をですね、製材しまして乾燥させるためにまあ保管するんですけど、そのための、前準備ですね。立てかけて保管するので、立てて傾いたりね、危なくないように木が安定するように木口をカットしたりとかですね、乾燥すると必ず木がね水分を出すんですけど、これを塗るとですね、水分が抜けた分にね、この今塗ってるものの、分子が入り込んで木が動くというのを防いでくれるという、そういうものをね、今塗ってます。塗ってるのがこれですね、ブレンマー PE400 というのを、使ってます。製材した時の板をね、保管する前には、うちの方では使うことが多いですね。そうです、何日も経ってない製材直後という感じで、本当にこれからあとは、保管して、乾燥させていく、自然乾燥ですね、させていく感じなんですけどね。二股の、原木からですね6枚くらい、1枚板として、製材できましたね。この辺なんかは外側に近い部分ですよね。この辺も外側に近い感じですね。結構ね、こういう風な股割れの部分のね、木のこう動いてるところがね、こう入り組んだ感じで見えて、それがちょっと中ほどになると少し落ち着いた感じ。これはまたその、反対側に原木を返した時の股割れの部分のね、ところですね。これが一番なんかこう表情としてはこう入り組んでね、結構こう躍動した股割れのところのね木が出てて、これは面白いですね。だいたいこれで70、広いところで70センチくらいの板ですね。狭いところで45センチとかそれぐらいですかね。でこの辺の板でだいたい広いところが80センチくらいですね。長さがだいたい2400、500かな、小口をカットしたりとかしても2500くらいはありますけど、そういう感じの、一枚板ですね。これは結構もう芯に、近づいた感じですね。はい、一番、広さで言えば今回の一枚板の中では一番広い板 で厚みも7センチの板を、一応一番広い感じの板として取りました。で、ちょっと飛んで、これも外側の一枚板ですね、はい、でここにあるこの角材が、芯の周りですね。一番広いところ一枚板にはちょっと使えないので5寸ですね、150の、板にした状態から1本ずつですね角材を取っていきましたね。角材も結構ねこうやってこれが一番ちょっとね外側の、ちょっと耳の入ってる部分ですけど、こういうねかなり木の面白いところが入ったりとか、この辺もなかなかねいい感じで、みんなシンサリ材ですね。シンサリ材で取れたんですけど、股割れの部分のね芯が入ってる板がねこれねちょっと入ってますけど、これとこれが股割れの部分の芯ですね。はい、これもだからだいたい2500ぐらいの長さなので、あとはまた乾燥して、どれぐらいね曲がったり割れたりするか、これからちょっとねまだ何年か先の話なのでまだちょっとね分かんないですけど、はい、その時によってまた適材適所で、使っていくような感じかなというふうに思います。はい、そうですね、こんな感じで今回は一枚板としてはね、こういう風な感じで、なかなかいい板がね取れたかなと思いますね。やっぱりあと毎回、
思うことですけど、このままですね、大きなね割れとか動きがなくね、なるべくこのままの状態で乾燥してもらえたらいいなっていうのが、本当にもうその辺がもう祈るばかりですけども、まあ、こればかりは、またね分かんないですけど、ただ、まあ、これから乾燥のね、まあ、に入っていく、自然乾燥に入って、まあ、置くだけなんですけど、ここからまた2ヶ月、3ヶ月、半年っていう感じで、製材後にね、やっぱり一番木が、表面が少し乾いてくるのにつれて、木のね、癖というか、一枚板がね、動きたいような感じで、だんだんその辺をこう表し始めてくる、時期がね、今からだ、これからだいたい2ヶ月、3ヶ月、半年っていう感じで現れてくるんじゃないかなと思います。何ヶ月かしたらですね、また状況に報告できればいいかなと思います。はい、そんなわけでね、一旦、これから自然乾燥の方に欅の一枚板ですね、入っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。